政対策委員佐々木玲と申します。本日は夕時一番 お忙しい時にこんなに多くの皆様にお集まりいただき誠にありがとうございます。私は昨年末母になりました。ママでも頑張れる、そして女性の声もしっかりと市政へと届けていきたい、その思いで立ち上がってきました。しかし現実、子供を産み育てながら働くのは本当に厳しいです。その苦しみの声もしっかりと市政へと押し届けていきたいと思っております。今この大阪市一人当たり164万円の借金を抱えております。これは東の東京都と比べると大阪約3倍の借金を抱えています。かつて東の東京、西の大阪と肩を並べる、そんな時代があったと思うんです。しかしいつの間にかこの大阪、どん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 衰退化していきました。この大阪、もう一度元気にしていかなければいけない、安倍総理も言われております。地方再生、その地方再生の足がかりになるのが大阪都構想だと思うんです。大阪府と大阪市、30年、40年、50年ずっと税金の無駄遣いしてきました。二重行政、そして府と市で同じような建物を作ってきた。大阪市が WTC ビルを作れば、大阪府が臨空ゲートタワービルを作る、2つ合わせて1800億円以上です。これは皆様が朝から夜まで一生懸命働いて納めたくもない税金、納めたその税金をばらまいてきました。そのばらまき政治、私はここで終わりにさせていただきたい、そのラストチャンスだと思っています。私も、そして隣にいる奈良井高大府政対策委員も、住之江の家、戸建て一軒一軒ご挨拶回りさせていただきました。その時おばあちゃんが、今のままばらまき政治続ければいい、借金どんどんすればいいと言われました。私たち、私もそうですが、家のローン、車のローン、いろいろと抱えていらっしゃると思います。その借金返済しなくていいならみんな大豪邸建てますし、高級車にも乗ります。しかし借りたものは返さなければいけない。この大阪市、これ以上負の遺産を作るのではなく、借金をするのではなく、みんなで節約をし、新しい大阪を作らせていただきたい、私はそう思うんです。私も一児の母でございます。そして主婦でございます。毎日100円でも安いもの、50円でも安いもの、先日3校で卵の特売セール1パック99円、こうやってみんな節約をしていると思うんです。しかし大阪府と大阪市で無駄にお金使い合って、私たちがいくら日々節約をしても意味がない。私の主人はアサヒビールが大好きです。しかし私が選挙でお金がかかるから発泡酒ばっかり飲ませてたら、たまにアサヒビール買って帰ると、そのアサヒビールにサランラップをかけて冷蔵庫に保存されていました。主人もそうやって節約して我慢してくれている。それなのにこの大阪市と大阪府は湯水のように税金を使ってきた。大阪都構想とは、市長と知事がぐちゃぐちゃに行っている仕事、二重に行っている仕事、それを整理整頓させていただくだけなんです。皆様に対する住民サービス、行政サービスは何も変わりません。住之江という名前もきちんと残ります。区役所もそのままなんです。変わるのは市長と知事の仕事の役割なんです。どうかご理解とご協力をいただき、大阪都構想実現、皆様のお力を賜りたい。これだけは党派を超えてのご支持、ご支援賜りたいんです。30年、40年ずっと続いてきたこの二重行政が終わりにできる、私たちにはラストチャンスだと思っています。今私も3ヶ月の子供を抱えてこの場に立たせていただいております。政治活動する上でこんなに3ヶ月の子供を抱えて立っているのはどうなのか、そういうご批判もあるのも覚悟の上でございます。現に今0歳児の子供を保育所に預けて働きに行かなければ生活が成り立たない、そんなお父さんお母さんたくさんいるんです。
婚することができない、子供を産むことができない。民主党政権時代、子供手当ばらまきました。しかし少子化問題解決されなかった。それはなぜか、安定した基盤がないからです。この大阪をしっかりと経済成長させていかなければいけない。東京に奪われた企業の拠点をもう一度大阪に取り戻す。かつてこの大阪、大大阪と呼ばれた、そんな時代あったと思うんです。私たちのような若者も大大阪にさせていただきたいんです。そして今、次世代の投資といっておじいちゃんおばあちゃんには本当にご苦労をおかけしております。その次世代の投資、そのおかげで私たち働くお母さんの味方であります。中学校給食やエアコンも設置させていただきました。本当にこの場をお借りして感謝申し上げます。そしてそのおじいちゃんおばあちゃん我慢していただいている、公務員改革も維新の会になってさせていただきました。しかし次世代への投資、そして公務員改革を行ったのに、ここの大阪市議会にこの4月から10万4000円お給料上がると言われていたんです。月額10万4000円です。あまりにもかけ離れている、あの大企業のトヨタでも年間4000円5000円なのに、ここの市議会に10万4000円でも選挙の前、これはちょっとやばいとなり2年間延長しました。2年間延長、またこの選挙が終わったらそっとお給料が増額される。私はこんな政治おかしいと思うんです。おじいちゃんおばあちゃんには次世代の投資だと我慢していただいて、そして自分たちの懐は温める、こんな政治はここで終わりにさせていただきたい。都構想が実現すると選挙区も議員の選挙区も変わる。そして市議会議員の報酬もしっかりとカットされます。新しい大阪を作らせていただきたいんです。私も3ヶ月の子供を抱え、多くのボランティアの人に支えていただいてここに立たせていただいております。今朝北加賀谷の方でご挨拶をさせていただきました。約20人のボランティアの皆様とご挨拶をしました。こうやって私一人では何もできないですけど、多くの人、ここにもピンクのキャップをかぶって皆様に支えていただいて、私はここに立たせていただいております。私佐々木理恵、そして私たちの世代には責任があります。未来があります。お父さんお母さんにご恩返しをしていかなければいけない。その責任、おじいちゃんおばあちゃんを守っていかなければいけない責任が私たちの世代にあると思います。どうか20年後30年後の未来に責任が持てるのは32歳、私佐々木理恵、大阪都構想を実現するお手伝いをさせていただきたい。そして10年後20年後、あの時大阪を作ったのは私たちの一票だと胸が張っていただける、そんな大阪と作らせていただきたいと思います。どうかお一人でも多くのご支持ご支援の輪広げていただきますよう、心より心からお願い申し上げます。ありがとうございます。